あとですね、ちょっとあのこんな時になんなんだけども、はい、やっぱりこの1、この2つ爆発があってですね、はい、非常にサイトもこうかなりもうショックというか、まあ、いろんな状態張ってですね、そうだね、はい、職員がですね、多分みんなもう落ち込んでるんですよ、お察し申し上げます、はい、やるってことはやるんですが、かなり士気が衰えると思います、はい、それでいろんな業務あるんですけども、はい、なかなか、それと被爆線路がかなりもうみんなパンパンになってきてますので、なかなかこの業務がですね、これから差し支えると思うんで、その辺の配慮をぜひお願いしたいなと思っております、はい、あのね、はい、まあ、ちょっと朝からバタバタしてたんで言ってなかったんだけど、柏駅にもまた出せないかという話をしてあって、すぐに10人ぐらいならという話をいただいてますんで、はい、そこはね、昨日と話をしていて、かなり抵抗だってしっかりと体制を作らないといけないので、今吉田さんが言ったようなことに対して、まあ、なかなかその全部ってのはあれだけども、その他から新しい人を入れて入れ替えていくようなことを、抵抗だってできるようなことを考える必要があると思います。で、業務で検討しております。じゃよろしくお願いします。直ちに早くできるところから実行したいと思います。あとですね、本部の清水です。吉田さん、ご苦労様。はい、どうも。職員の皆様、大変な思いで、対応していただいていると思います。それで確かにその要因の問題があるんで、まあ、継続して検討してますが、可能な範囲で対処方針対処しますので、なんとか今しばらくはちょっと頑張っていただく。はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい。で、武藤さん、技術的な話なんですが、はい、ちょっとですね、それ3号の1号3号の運転、123の運転以外にもですね、いくつか気になるところがあって、やっぱり今回の3号もそうなんですが、その使用済み燃料プール対策早めに打たないと、これかなり大変だなと思ってます。